皆さんこんにちは。高く澄んだ声によるメランコリックなラブソングで幅広い世代から支持を集めるシンガーソングライター小田和正さん。1991年にドラマ東京ラブストーリーの主題歌ラブストーリーは突然にでミリオンを達成し、ヒットメーカーとしての評価を確実なものとしました。そんな小田和正さんですが、自由奔放な性格がしばしば取り上げられており、芸能界きっての大御所タモリさんとの不仲やテレビ局を出禁になったとの噂まで存在します。今回は小田和正さんの普段の言動やタモリさんとの確執、業界での振る舞いについてご紹介していきたいと思います。タモリさんが32年間司会を務めた笑っていいとものメインコーナーテレフォンショッキングの中で最も印象に残っているゲストだと語ったのが歌手の小田和正さん。20数年前、小田さんがボーカルを務めていたオフコースの名前を挙げ、フォークソングは暗くて嫌いと嫌悪感をあらわにしていました。それとほぼ時を同じくして同コーナーに出演した小田さんに、タモリさんがレコードを出したんですかと聞くも、気に入らないと思いますよと返され、終始気まずい雰囲気のまま放送は終了。タモリさんはそれ以来小田さんに会っていないようで、二人のギクシャクした関係は和解することなく続いていきました。小田さんはもともと頑固なところがあり、自説を曲げないという性格のようです。小田さんの逸話として、文化放送でつまらなくなって番組中に文庫本を読み出し出入り禁止、レコード会社のお偉方が来たコンサートで新曲を歌わなかった、売れない頃新作を出したユーミンに前のアルバムの方が良かった、今度のはサウンドが歌を殺してると捨て台詞などなど、小田さんの人柄についてネット上の記事では問題児なのではと論じられています。しかしほとんどが先ほどの投稿のコピー&ペーストで、その真偽のほどは確かめようがありません。小田さんは自分自身のこともジジイと呼称しているようで、発言に悪気はなかったようです。頑固で強気である面はあったとしても、ネットで言われているような付き合いきれないような人間ではなかったと思われます。一方のタモリさんも今では想像しにくいですが、笑っていいともが始まった頃はもう少し過激でした。小田さんがリーダーシップを取るオフコース、あるいはさだまさしさんに関してもはっきり嫌いと明言していたのです。さだまさしは暗い、それを聞いているファンはもっと暗い、海が死ぬわけないだろうという発言があったとされます。当時のラジオ等で繰り返しこの趣旨の発言があったようです。さだまさしさん自身は女性自身ね、暗いというイメージが先行して嫌われることが多く、悔しい思いをしたという趣旨の発言をしています。しかしネクラという言葉を流行らせた一人だとされるタモリさんは、筑紫哲也さんとの対談で非常に興味深いことを述べています。長い間俺は人を判断する基準というのが分からなかった、しかしこの業界に入って簡単なことを発見した、それが根が明るいか暗いかで、根が明るいやつはもう俺は付き合う必要はない、根が明るいやつはなぜいいのかというと、なんかぐわーっとあった時に正面から対決しない、必ずサイドステップを踏んで一旦受け流したりする、暗いやつというのは真正面から視覚のものは視覚に見るので力尽きちゃったり、あるいは悲観しちゃったりなんかする、でも暗いやつがサイドステップを肝心な時に一歩出せれば視覚なものも違う面が見えてくるんじゃないか、そういう時に一旦受け流したりして危機を乗り越えたりなんかする力強さが出るし、そういう男だと絶対に人間関係もうまくいく、このようにネクラは物事の真相から逃げず人間的な成長があるので付き合う価値があるという趣旨のことを述べています。小田和正さんに関してもタモリさんは暗いから嫌いだという趣旨の発言をしています。若かりし頃のタモリさんには嫌いなものがたくさんありました。オフコース、さだまさしさん、埼玉、名古屋、ゴルフ、ミュージカル、今のタモリさんなら多少思うところがあっても各方面に配慮して嫌いだとは発言しないでしょう。しかし当時は違ったということです。また暗いという評価に関しては視聴者は全否定と取りますが、
タモリさん自身はそこまで批判的な意味を込めていなかった。可能性も大きいでしょう。そして状況にかすかな変化が訪れたのは2012年の FNS 27時間テレビ笑っていいとも真夏の超団結特大号内のあるコーナーでした。過去の名場面新場面を VTR で振り返っていく中で小田和正さんの出演シーンが放映されたのです。 VTR を見たタモリさんはあれは気まずかったと苦笑していましたが、ここにはもう一つの重大な意味がありました。つまりこの場面をオンエアできたということは小田さんサイドの許諾があったことを意味するのです。つまりこの時点で雪解けは始まっていたんですね。そして2015年、小野陽子アナと中村光弘両アナの披露宴で小田さんから握手をしようと歩み寄り、それに応えたタモリさんによってめでたく和解成立となりました。お互い年を取って丸くなったのもあるかもしれませんが、私たちが思っている以上に本人たちは不仲ではなかったのかもしれません。しかし若さという点で見れば小田さんはまだまだ子供のように元気な姿を見せてくれています。埼玉スーパーアリーナで開催された明治安田生命プレゼンツ和正小田ツアー2019アンコールアンコールでは、ギターを手にピアノを弾きながら全30曲を歌い上げ、71歳になられても会場を縦横無尽に走り回る姿が、小田さんと客席から響く呼びかけに、今度は逆に本人がへへへと照れ笑い、明治安田生命の CM ソングにもなった確かなことを歌った後語られたのはなんとバナナのこと。楽屋にいつもバナナを用意していただいてます。即効性があってエネルギーになる。半分に折って食べてきました。子供の頃は高級品で、知ってる、東京のおじちゃんがお土産で持ってきてくれた時だけバナナが食べられる、もったいないからって舐めるように食べて、いつの日にかバクバク食べてみたいと思っていました。こういう時代を迎えて、あの時代が幸せだった気がしております。皆さんはいかがでしょうか。バナナが高級品じゃないのは若い人です。何の脈絡もなくてすみませんと気ままなトークで会場を笑顔にしていました。いかがでしたか。自由気ままな性格から様々な噂が立っていた小田和正さん、しかし噂はおひれがついた事実以上のものが多く、テレビ局出禁についても過去の逸話から話が大きくなっていたものだと思われます。今後も元気な小田和正さんで素敵な歌声を届けてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。